NTT クレドは以前存在した。NTT の有給地を活用するために設立されたデベロッパー。1999年4月に他の地域会社5社と共に NTT 都市開発と合併した。当時の NTT 中国支社が1989年7月11日に NTT 中国武道産株式会社として設立することを発表。 同月20日に会社設立。翌8月1日より営業を開始した。当時 NTT が各地に設置していた不動産会社では8番目の設立になった。資本金は6億6600万円で NTT が全額出資。本社は NTT 元町ビルに置き、事業内容は NTT に関する不動産の取得や設計、施行、 ビル管理など。設立目的は、保有資産の有効活用とした。当初の社員数は25人で、1994年度までに300人を予定。社長は、当時の NTT 中国市社長が就任した。当面は、NTT 元町ビル、中国資材センター跡地、岡山中営業所、山口配送センター跡地の四箇所を事業展開するとした。 NTT 中国武道産として1施設目になる。後日、NTT クレド、白島ビルになる施設を1990年9月に着工し1992年4月に開業。2施設目は、後日、NTT クレド、元町ビルになる施設を1991年3月に着工し1994年4月に開業。3施設目は、後日、 NTT クレド、岡山ビルになる施設も1997年春に着工し1999年2月に開業させた。名称のクレドは NTT 中国武道産の英社名、中国リアルエステートデベロップメントの頭文字より取られた。名称の利用は NTT クレド、白島ビル完成時の施設名に NTT CRED 白島ビルと名付けた。 時から使われ、後に完成する NTT クレド元町ビルでも施設名として使われた。そして、社名も1994年に株式会社 NTT クレドに変更された。本社所在地は、当初は広島市中区元町6-77に置かれたが、1992年に NTT クレド白島ビルがある。 広島市中区東白島町14の15に移動。1994年に広島市中区へ八丁堀6の65に移された。そして当初本社が置かれた広島市中区元町6の77に再度移された。1999年4月にデベロッパーの NTT クレドは他の地域会社4社と共に NTT 都市開発に 九州合併され、現在施設に関しては、NTT 都市開発の管理となっている。九州合併後も、クレードは、施設名として使われている。以下の3施設が整備され、営業している。また、山口配送センター跡地も、1992年4月に、スポーツセンター、ハロースポーツプラザ山口が整備された。その後、コナミスポーツライフに、 他の4施設と合わせて営業場とされた。その他1998年にヘルシーネットが広島市南区宇治名に整備された。ABC 中国新聞1989年7月12日6ページ NTT 中国武道産事業の新会社を設立。広島会社手帳平成6年版及び広島会社手帳平成7年版。表記の違いで。 社名変更したことは確認できるが、具体的ない同時期の記載はない。広島会社手帳平成4年版440ページ、及び、広島会社手帳平成5年版438ページ。1992広島企業年間440ページ、及び、1993広島企業年間438ページ。表記の違いで、 移動したことは確認できるが、具体的な移動時期の記載はない。広島会社手帳平成6年版423ページ、及び広島会社手帳平成7年版422ページ。1994広島企業年間474ページ、及び1995広島企業年間467ページ。 表記の違いで、移動したことは確認できるが、具体的な移動時期の記載はない。広島会社手帳1996-457ページ、及び、広島会社手帳1997-456ページ。1996広島企業年間417ページ、及び、1997広島企業年間405ページ。表記の違いで、 移動したことは確認できるが、具体的な移動時期の記載はない。1993広島企業年間438ページ。1999広島企業年間393ページ。ありがとうございます。